この間山本とか吉田と会ったけどよ、あいつら全然変わってねえな。そう、早く学校来いってうるせえし、セールちゃんのこと教えろ教えろしつこくてよ。そうだね。お前今どこにいんだよ。どこにいて誰と喋ってんだよ。今お前が見て俺じゃねえだろ。三島、今のお前俺が知ってるメイじゃねえよ。俺に好きなメイは誰もいないでしょ。気のせいだよ。今教室で。
何やってるの？あなたたち関係ねえやつは突っ込んでろ。ちょっと何する気？ちゃんと蹴りつけねえと消えねえんだよ。メイの中にいるお前も、お前の中にいるメイも。ケント、はっきりしろよ。いつまでも澄ました顔してんじゃねえよ。もしもし、メイ、私だ。ミルクちゃん、すぐに家を出ろ。え、今家の真上にいる。男には戦わなきゃいけない時があるんです。水地、蹴りつけさせてやろうぜ。彼は今試されているのです、自分の心を。ふざけんなよ。もうメイのことなんかどうでもいいってのかよ。俺はな、ずっとメイのこと見てきたんだ。メイのそばにいれんなら何だって耐えれんだよ。俺は渡さねえ。お前なんかに目渡してたまるかよ。様のためです。
ちゃんと見ときなさい。負けらんねえんだよ。俺は俺もだ。もう一回だけ聞くけど、戻るの？やめるの？姿で申し訳ありません。お迎えに上がらなかったことも、ですがやっと目が覚めました。もう二度とメイ様のそばを離れません。私はメイ様の執事ですから。ございません。